デビュー曲もここ白鷺フェスタで初披露を行いました。そして今年も2年目の新曲、この場白鷺フェスティバルで初お披露目という形で公開させていただきます。そして昨年同様、去年と同じ、ツイッターでタイトルを決めるという、まだこの今からの曲タイトルが決まっておりません。皆様のツイッターの投票で4択から選ばれるので、よろしかったらぜひそちらもチェックしてください。それでは4分間のつなぎの世界をお楽しみください。Thank you.